倉林明子君。日本共産党の倉林明子です。来年度から制度の枠組みが大きく変わります国民健康保険について、その現状について質問したいと思います。そもそもですね、国民健康保険は他の医療保険制度には加入していない方を受け入れている、我が国の国民皆保険制度を支える、重要な基盤となる制度であります。ところが今この国民健康保険が加入者にとって大変厳しい実態になっております。まず確認をさせていただきたいと思います。国民健康保険、協会健保、組合健保、それぞれの医療制度で加入者1人当たりの所得に対する保険料負担の割合、これどうなっているでしょうか。加藤厚生労働大臣。平成27年度の数字でありますが、加入者1人当たりの平均所得に対する平均的な保険料負担の割合を算出いたしますと、国民健康保険においては 10.0%、 また被用者保険であります協会健保では 7.6%、 組合健保では 5.8% となっております。なお被用者保険に関しては事業主負担分を含まない数字であります。倉林明子君。事業主負担を含まない割合でもですね、国保加入者は組合健保の 1.6 倍、協会健保の 1.3 倍、重い負担率になっていることははっきりしていると思うんですね。なぜこんなに国民健康保険料が高いのかと、国保加入者の私実態を見てみたいと思うわけです。加入世帯主の職業構成割合、これは制度発足時、そして直近でいうとどうなっているでしょうか。ご説明ください。加藤厚生労働大臣。制度発足の1965年と、直近これ2015年の数字でありますが、比較をさせていただきます。1965年における国保加入世帯主の職業構成割合、今パネル出ておりますんで、もう一回言った方がいいですか。はい、すいません。農林水産業は 42.1、自営、農林水産業以外の自営業は 25.4%、被用者が 19.5%、その他の職業が 6.4%。で、もう一個の無職というのがあるんですが、が 6.6% です。その他が入ってないですかね。すいません。で、すいません。2015年について申し上げますと、農林水産業は 2.5%、農林水産業以外の自営業が 14.5%、被用者が 34.1%、その他の職業というのがあるんですが、これが 4.8%、無職が 44.1%、こうなっています。倉林明子君。パネルにすると若干違いありましたけれども、おおむねのところではほぼ一致していると思うんですが、こうなるわけですね。発足当時は農林水産自営業、ここが7割を占めているわけですが、現状どうなっているかといいますと、被用者が増えています。これ圧倒的に非正規の方々ということになるわけですね。で、無職は年金の方が多いかと思うんですが、こういうその非正規雇用と無職の方を加えると現状ね、8割っていうような数になっているわけですね。そこで次のパネルを見ていただきたいと思うんです。これ現状で直近の数字を市町村国保、協会健保、組合健保と並べております。65歳から74歳の割合というのは市町村国保がもうほぼ4割と極めて高い比率になっております。医療費のところを見ていただきますと、協会健保、組合健保の倍を超えております。平均所得を、見てみますとですね、大方半分という状況になっているわけですね。制度発足時から見ましても明らかに加入者の負担が私重くなっていると思うんですけれども、大臣の認識はいかがでしょうか。加藤大臣。
まず日本の医療保険全体でありますけれども、この50年間で高齢化率が約 6% から約 26% まで上昇しておりますので、それに伴う医療費 が増加ということがございます。それからさまざまな新しい薬が開発をされ、それを利用するようにしていますので、そうした高度化に対応した給付もその中に取り込んでいるわけであります。さらには給付率の引き上げ、逆に言うと本人負担の引き下げ、あるいは高額療養費制度の導入、こういったことで制度の充実も実現をし、その結果として給付費が大きく、給付費というのは医療費から自己負担を引いて、税や保険料で納めるこの金額ですが、が拡大をし、これを国民負担の全体の負担で支え合ってきている。こうした経過の中で、この国庫制度のみならず、医療保険全体においても、所得に対する保険料負担の割合が上がってきているというのは一つあります。その上で、今お話がありましたように、国庫においては特に急激な高齢化が、その保険者の中でも進んでいます。また、自営業を営む加入者の割合が大幅に減少している。そして、先ほど委員がまとめられたように無職や非正規雇用の労働者など低所得の加入者が増加をしている、こういった構造が的な問題もあります。こうしたことから公費を他の制度に比べて手厚く投入をしているわけでありました。また本年4月から施行する国庫改革においては低所得者対策の拡充も含めて毎年3400億の追加的な財政支援も行うことにしております。倉林明子君。相対的に見ても国民健康保険って高くなってるんですよね。で、所得が低い加入者に重い負担率もう払い切れずにですね、滞納するっていう、滞納せざるを得ないと、こういう人が少なくないわけですよ。で、そこに情け容赦のない差し押さえが実際にやられてるわけです。で、滞納世帯は現在311万世帯高止まりをしております。そこで直近の国民健康保険料滞納金額、そして差し押さえ件数、差し押さえの金額、これどうなっているでしょうか。ご紹介ください。加藤大臣。平成27年度末における過去からの累積の滞納繰越額は約9322億円、またこれはしたがって2014年までに発生して2015年に繰り越された滞納額ですが、また2015年度単年で新たに発生した滞納額は約2500億円、さらに2015年度の延べ差し押さえ件数は約29万8000件、延べ差し押さえ金額は約968億円となっているところであります。倉林明子君。これパネルを見ていただきたいと思うんですが、貯金の数字は今いただきました。この間の2000年以降の差し押さえ件数と差し押さえ金額の推移を、グラフにしたものであります。厚労大臣、お伺いしたいと思うんですけれども、なぜこんなに差し押さえが額、件数ともに増えているというふうにお考えでしょうか。加藤大臣。差し押さえ件数が増加をしている理由というのは様々あるというふうに思います。ただ例えば複数の自治体が共同して差し押さえに関連する手続きを処理する組織を設置するなど、自治体においてそうした体制が整ってきているということもあるんだろうと思います。ちなみにそうした設置をしている市町村数、平成21年度が460市町村が、平成27年度には706市町村で約 1.5 倍となっております。いずれにしても国保保険料の滞納が発生した場合にはもちろん個々の事情に応じてきめ細やかな対応は当然必要でありますが、引き続き市町村に対してそうした点についても周知を行っていきたいと思っています。倉林明子君。現場でですね、どんな差し押さえになっているのかということをこれ紹介したいと思います。東京都内の70歳の男性です。病気を持つ妻と引きこもりで働けない息子さん、3人家族です。収入は派遣で働いております男性の月収17万円のみという方、その中からですね、家賃 6.9 万円、
医療費2人分1万円、食費、光熱水費、引きますとですね、もうギリギリの生活になります。滞納をすでにしていた昨年の国民健康保険分、そして今年の分ということで、合わせてですね、2万円月額超える国民健康保険料の支払いを役所といたしました。しかしね、払えないんですよ。それで再び滞納に追い込まれました。もともと無理のある納付計画だったと私は思うんですけれども、この納付計画を達成できなかったということで、唯一の収入である男性の給与が差し押さえられたわけです。こんなね、差し押さえをやりましたら、私、生活そのものが立ち行かなくなると思うわけですね。ここまで国保の現状について質疑してまいりましたけれども、総理に改めてお聞きしたいと思います。国民健康保険の現状についての認識を伺っておきたいと思います。内閣総理大臣。国民健康保険制度はですね、他の公的医療保険に加入しない方が加入する国民皆保険の砦として重要な制度であり、この制度を持続可能で安定的なものとして次世代に受け継いでいく責任があります。国保制度の現状としては、制度発足時と比べて被保険者の高齢化や医療の高度化といった変化により給付費が大幅に増加してきたこと、無職の方が占める割合が高まるなど、被保険者の中で所得の低い方が増えてきたことと、社会経済情勢が大きく変化する中で、さまざまな課題が生じてきたと認識をしております。こうした状況も踏まえて、本年4月より、国保制度を都道府県単位化することと合わせ、所得の低い方が多く加入する保険者に対する財政支援の拡充等を行うことで、国保の財政基盤を大幅に強化することとしているところであります。倉林明子君。現実はですね、病気や入院、これを契機といたしまして滞納に陥るというケースは本当に少なくないんですね。滞納すれば、これ無理な納付計画ということで約束をします。しかし先ほどのように払わなくなる、で約束が破られた、信頼できない、こういうことでですね、差し押さえをされるわけです。差し押さえされると生活困窮に陥る、こういう連鎖は私断ち切らなければならない、こう思うんですね。そこで、国民健康保険料の徴収、これは国税徴収法に基づいて行われるものとなっております。そこでまず国税庁に確認をしたいと思います。差し押さえをしてはならない給与の限度額、月額でどうなっているのか、そしてなぜ差し押さえをしてはならないと定めているのか、ご説明ください。国税庁次長、藤井健君。お答え申し上げます。納税者が支給を受ける給与につきましては、その納税者の最低生活の維持などに充てるため、法令において差し押さえをすることができない金額が定められているところでございます。具体的には、給与から差し引かれる所得税、住民税、社会保険料などに相当する金額のほか、一月ごとに納税者本人につき10万円、また生計を一にする親族があるときは、これらの方一人について4万5千円を加算する金額などの一定の金額については、差し押さえが禁止されているところでございます。倉林明子君。最低生活に支障を及ぼすと認められる差し押さえ金額の限度、今ありましたように、本人10万円、家族1人につき 4.5 万円、先ほど、この限度額っていうのはですね、決まったのは平成3年なんですね、27年、据え置かれたままなんですよ。現在の生活扶助の基準と比べると、1人世帯でおよそ、ね、5000円低いんですね。紹介した事例、3人家族でした。限度額は27年前の基準でも19万円なんですよ。ところが、実際の収入は月額17万円ですから、給与を差し押さえれば、生活保護基準を下回るということはね、はっきりしてるんです。総理、お聞きしたい。生存権を脅かすような差し押さえっていうのはやってはならない、どうでしょうか。安倍内閣総理大臣。
まあ、生存権を脅かすような差し押さえはやってはならないというご指摘でありますが、国民健康保険はですね、加入者が相互に支え合う社会保険の仕組みを基本としておりですね、負担能力に応じた保険料を負担していただくことが必要と考えています。まあ、そのため、保険料を支払う能力があり、しかし保険料を納付できない特別の事情がないにもかかわらず、滞納している方については、差し押さえによる徴収などを行う必要があると考えています。ただし、差し押さえによって生活が極めて困難になることがないよう、各市町村の判断により、差し押さえの対象としないことができる仕組みがあります。今後とも制度が適切に運用されるよう、各市町村に対して周知を図ってまいりたいと考えております。倉林明子君。ね、当然、能力があるのに払わない人を、ね、ほっとくなんていうことを、ね、私たちは認めるわけではない。もちろんその能力がない人で生存権を脅かすような差し押さえ実際やられてるから総理に改めて確認したんだということですよ。でこれね、さらに差し押さえが強化されるんじゃないかっていう懸念があるのが、4月から本格実施となる保険者努力支援制度なんです。国民健康保険料の収納率向上に対して交付金上乗せするって、こういう仕組みも盛り込まれているものです。それでは、すでに東京都で一体どんなことが起こっているかということを紹介したいと思います。このパネルはですね、平成17年度から、始まった収納率向上に対して交付金を上乗せするその算定表なんです。見ていただきたいと思いますけれども、新規の差し押さえ件数が500件以上やったら交付する額は4000万円、これ最高額です。さらにこの差し押さえ割合に対して新規の件数が多い場合は最大ですね、 10% 以上超えたら500万円交付するって言うんですよ、ね、こんなことがやられるとどうなるかっていうことです。交付金の上積みが欲しいですよ、市町村は。そうなったらですね、新規の差し押さえ件数増やすしかないと、こういうことになるんです。実際にどんなことが起こっているかといいますと、生活困窮で、国保が滞納したと、その滞納額105万円と、そしたらですね、なんとわずか59円、この銀行残高の差し押さえがされてるんですよ。滞納額の解消にも程遠いし、差し押さえにかかる費用さえ明らかに下回る額じゃないかと私は思います。財務大臣に聞きたいと思います。国税の場合もですね、こうした差し押さえってやるんでしょうか。麻生財務大臣。具体的な国税の執行に関するお尋ねに対しては、これは従来までも個別の案件に関しましては財務大臣が関与しないということで執行されておりますとはご存知の通りなんで、その点に関しましては政府参考人から答弁させていただいた方がよろしいと思います。国税庁次長藤井健君。お答え申し上げます。滞納整理にあたりましては、納税者から一括納付が困難との相談があった場合には、事業内容、業績、資金や財産の状況といった個々の実情を十分に把握した上で、猶予制度を適用して分割納付を認めるなど、法令等に基づき適切に対応しているところでございます。一方、自主的な納付を促しても、納付の意思が認められないような場合や、納付約束の不履行が繰り返されるような場合などについては、期限内に納付した納税者の方との公平性を確保する観点から、財産の差し押さえを行うなど、厳正に対処する必要があると考えております。いずれにいたしましても、実際の差し押さえにあたっては、納税者個々の実情に即しつつ、法令の趣旨を踏まえて判断する必要があり、財産の差し押さえについても引き続き適切に対応してまいりたいと考えております。倉林明子君。59円の差し押さえっていうのはね、本当に意味がないっていうふうに思います。で、そういうね、国保でもで、ですよ、明らかに生存権を侵害するような国税徴収法に反する差し押さえ、これは厚労大臣あってはならないと思いますけれど、いかがでしょうか。加藤大臣。先ほどからお話をさせていただいていますように、国保険料の滞納が発生した場合には、個々の事情に即したきめ細かな対応は重要だと考えておりまして、
具体的には保険料の納付告知の際、また滞納があった際には納付相談を行い、必要に応じて分割納付を認めるということ、その上でさらに滞納があった場合でも差し押さえに生活を困窮させる恐れがあるときには差し押さえの対象外とすること、差し押さえをした場合でも申請による看過すなわち差し押さえ財産の入札または競売ですがの猶予を行うこと等の手段を適切に活用することが大変大事であります。徴収業務においては国税徴収法にのっとって対応させていただいておりますけれども、また徴収業におけるさまざまな対応については全国の自治体職員向けの会議などを通じて引き続き その周知を図っていきたいと思っております。倉林明子君。違法な差し押さえを助長するようなことはあってはならないということで厳しく指摘をしておきます。次にですね、生活困窮の子育て世帯が子どもが病気になったときにお金がないからと病院に行けない、こんなことはあってならないというふうに思うし、それに対して地方自治体で拡充されてきたのが子どもの医療費助成制度だと思うわけです。これ助成対象を中学生高校生まで拡大してきておりますけれども、子育て世代すごく喜ばれているわけです。入院通院どのぐらいで自治体実施しているのかお説明ください。加藤大臣。平成28年4月1日時点の我が厚生労働省の調査でありますが、対象年齢はそれぞれありますけれども、すべての市町村において通院入院ともに子どもの医療費助成が実施されているというふうに認識をしております。で、助成対象の年齢別では通院入院ともに中学生までを対象としている市区町村が最も多く、通院では 57.7%、 入院では 67.1% こうなっています。倉林明子君。問題はですね、この子どもの医療費助成制度の拡充に対して国保にペナルティ措置ということでやってきたんですね。これ全国知事会や地方からの声に応えまして、来年度からこの減額措置ペナルティは一部見直すということになりました。中身と影響額ご説明ください。加藤大臣。子どもの医療費助成にかかる国保の減額調整措置については、平成28年6月の閣議決定であります、日本一億総活躍プランを踏まえて、関係審議会における議論もなされ、検討を行えた結果、自治体の少子化対策の取り組みを支援をするという観点から、平成30年度より、未就学児までを対象とする医療費助成については、減額調整措置を行わないということにいたしました。で、この見直しによる影響額は国費ベースで申し上げれば平成30年度で約56億円と見込んでおります。倉林明子君。これ就学時以上に対する減額措置ということで言うと残り30億円まだやるんですよね。確かに一歩前進なんですけれども、この減額措置の見直しを知らせる厚労省の通知については見直しにより生じた財源についてはさらなる医療費助成の拡大ではなく他の少子化対策の拡充に充てることを求めるって書いてあるんですね。これ問題だということで厚生労働委員会で取り上げましたところ、国として強制する禁止するというものではないということが確認できました。改めて大臣、この通りでよろしいですね。加藤大臣。この子ども医療費助成にかかる国庫の減額調整措置については、厚労省の検討会、また社会保障審議会、医療保険部会においても、いろいろと議論をいただきました。そのご意見について、それをお伝えをするという趣旨で、課長通知が発出されたというところでありますが、今お話がありましたように、国としてこれを自治体に強制するものではない、これははっきりしています。倉林明子君。各自治体が判断するということになると思います。総理、ペナルティ措置、この全面的な廃止、国として、子どもの医療費助成制度の創設検討してほしいという声は全国知事会6団体これ一貫して求めております。何よりもですね、子育て世代の切実な願いになっています。これ答えるべきじゃないでしょうか。安倍内閣総理大臣。国保制度におけるですね、減額調整措置についてお尋ねがございましたが、国保制度においては自治体が独自に窓口負担を軽減している場合があります。
子どもについてはほとんどすべてと言ってもいいとこう思います。その場合、窓口負担を軽減することにより医療費が増加する可能性があります。そこでそうして増えた部分に対する公費については全国で負担するのではなく当該自治体において負担していただくこととし、その分国費等を減額する仕組みとしています。この仕組み自体は限られた財源の公平な配分等の観点から合理的であると考えています。しかしながらこれまでも累次にあたりこの件については地方団体から要請をいただき、また国会でもご議論をいただきました。厚生省においては、検討した結果、本年4月より、未就学児に対する医療費助成に関しては、自治体の少子化対策の取り組みを支援する観点から、この仕組みの対象から外すことといたしました。すでに、国として医療保険制度において、未就学児については医療費の自己負担を3割から2割に軽減をしています。そういう中で自己負担をさらに軽減するために自治体が独自に行っている助成制度を国の制度として行うことについては慎重な検討が必要であると考えております。倉林明子君。残念な答弁だと申し上げておきたい。代表質問で我が党の小池議員も取り上げましたけれども、生活困窮世帯の子ども格差があるということは紹介したとおりだと思います。子どもの医療費助成制度、国の責任で実現を強く求めまして終わります。